こんにちは。 YouTuber になって7年で、初月でね35万円を稼いで、で3年ですね、3年で1億3800万ほど、売り上げを作ったよということでございましたけども、そんな私もですね、ネットビジネスを始めた時ってのは麻雀屋のおやじでございました。麻雀店が大赤字でね、もうニッチもサッチもいかない状態でした。だからといって別に私暗く過ごしたわけじゃないんですよ。麻雀屋がなんで赤字になったのかっていうのは、私が本当にですね、従業員に店を任して、で出た売り上げで遊んでたからなんですよ。で、麻雀店がね赤字だったから、ネットビジネスに入ったっていうのは、確かにそうなんですけども、ちょっとニュアンスが違うのは、私はですね、真面目に事業をしている人間ではなかったんですよ。事業をしている形、特に店舗を持つと、地域に信頼が生まれるんですよね。で、いろいろと取引先、銀行と付き合いやすかったってところで店があっただけで、私はお店の勤務をそこまで真面目にやってたかどうかは自信がないですね。ですので、従業員を雇って私は月に1回とか月に2回ぐらいチェックしに行くだけで、あとは完全に、浮いたお金で遊んでいたっていう状態でした。ですんでね、業績がうまくいくわけないんですよ。今それを本当に冷静になって店を離れてみてね、反省するところが多いなと思いました。私にとっては売上が、上がるのは、お金が入ってくればね、売上で上がろうとそれが借金だろうとどっちでもよかったところなんですよ。で、当時私はね、そうですね、37、8歳ぐらいから、いわゆる飲みに出るようになって、正確には35歳ぐらいなんですけども、お金の使い方が激しくなったのが大体37、8歳ぐらいなんですよね。そこから、本当にね、2日と開けずに、開けても1日ぐらいおきにですね、ほぼ毎晩ですね、いわゆる、キャバクラと言われるところを行くようになり、時にははしごをしたりとかね。で、しかもこれ一人で行くわけなんですよ。一人で 3,4 時間飲んで、いつもの指名の女の子と遊ぶと。で、同伴したりね、オープンラストしたりとか、あとアフターしたりとか、非常にですね、40代前後、そうですね、30代の後半ですかね、なんか何をやっていいか分かんないから、とりあえず思いつくことやってみたような人生で、ございました。で、結構見栄を張るのが好きだったんで、女の子の前で、見栄を張ってね、かっこいいスーツ着てみたりとか、ブランド物っていうのはあんまり分かんなかったんですけども、いつもね、金遣い綺麗にっていうか汚くなのかもしれませんけども、バンバン使っていた感じです。バンバンって言っても、ね、そんなに何十万も使うようなお金の使い方は私できませんので、せいぜい3万円飲んだとかね、ドンビリ入れた時は10万ちょっと超えちゃったみたいな感じで日々過ごしてました。でもやっぱりね、月収30万の人でも毎日1万使うと30万円が消し飛んでしまうように、私みたいに毎日3万とか5万とか使ってみると、月に100万前後はね、やっぱり飲食代で出ていくわけなんですよ。で、その他指名した女の子と泊まりで旅行に行ったりね、ハウステンボス行ってみたりとか、ディズニーランド行ってみたりとかするもんですから、それはお金なくなりますよね。で、お金がなくなればなくなるほど、お店の方の経営の方に力を入れなければならないんですけども、どちらかというとお店の方に行くのもなんだか恥ずかしいっていうかね、それは自分がこれだけ遊んでいて、いわゆる従業員の給料を、従業員が給料じゃないよ、稼いでくれたのを私がまず取って、残った分で給料を払ってるみたいな形になっちゃったんで、もう最低だったですね。で、お金が足りなくなると、どのように借金をしていくかってことを考えて、借り入れる相手からどん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 借りていったってことになります。ただね、コウコさんには事業計画書を出すのがちょっと面倒くさかったんで、コウコさんの方には行かなかったんですけども、一般銀行をはじめ、いわゆるカードローンとかね、よくわかんない、金融会社とか本当に許可が出てるのかどうかわかんないところからね、バラ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 借りていって、それからクレジットで買ったものは全てリボ払いにしてですね、大変な債務を抱えてしまって、その合計が認識できていただけでも2800万、よくよく後で考えたら3500万ぐらいあったって形でございます。で、ネットビジネスをね始めようと思ったのは、ただ単にお金が借りれなくなったからなんですよ。で、売り上げも上がらないし、お金を借りるとこもないし、じゃあ手っ取り早くお金になる方法ないかなと思ってやったのがネットビジネスだったんですよ。ただね、ネットビジネス入ってみてちょっとがっかりしたのが、ネットビジネスもねすぐお金にならないんですよね。3ヶ月とか4ヶ月後にやっとアフィリエイトのフィーが入金されるみたいな形だって、いかんせんね、現金になるのが遅いということなんですよ。私はもう今週中というかね、今日にでも欲しい5万とか10万なのに、例えば50万入るにしても100万入るにしても4ヶ月後ってことになるとね、もうお金も借りれないんで前借りもできないわけですよ。そうなると私が考えたのは、いかにね茶封筒で現金を受け取るかってことでした。
そのために一番最初にやったのは自己アフィリエイトってものをまずやってみて、十分ね自己アフィリエイトの知識がついたところで、ついたところでって言っても私3日しかやらなかったんですけどね、その状態で自己アフィリエイトのやり方を、まあ、教えますと。で画面上の売上がだいたい2万円以上出ると思いますんで、そうしたら講義代金1万9800円いただきますっていうセールスでしたね。まあ、それは次の日から来てくださる方がいて、で最初の1ヶ月で、50人近くの方が私のところに自己アフィリエイトのやり方を聞いて、そして自己アフィリエイトを一緒にパソコン並べてやって売り上げがあってびっくりして感動して帰っていただきまして、1万9800円をいただきたということを、まあ、ずっと繰り返してたんですよね。まあ、1日に2人とか3人とか来ましたんで、まあ80万ぐらいにはなるわけですよ。でとどめはですね、あまりにも多かったんで、50人っていう金額を人数多かったんで、23人の方は1箇所に集めてそこでやりますよってことでね、セミナー会場結構高かったんですけども、100人入りのセミナー会場ね、広島駅前にあったわけですけども、そこの方に集まっていただいて23人同時に講義を3時間ほどしたっていう形でございます。まあね、全てチャブートでいただきましたんで、本当に手の上に80万円前後のお金が乗った時には、あ、やった、なんとかなったなと思って、その80万は店舗の家賃に消えたって話なんですけどもね。そこからですよ、私がもうお金借りれなくなったのは、借りなくなったのは、お金を借りる作業をする以上にビジネスをしてお金をいただくってことなんで、ビジネスでも借金でもキャッシュフロー的には同じなんですよ。自分のところに入ってくるわけですから。でもお金を借りると金利がかかる上に返済しなければならないっていうキャッシュアウトも同時に抱えるわけなんですよね、当然ですけども。で10借りたら11返すっていう、キャッシュインとキャッシュアウト同時に抱える方と、キャッシュインしたらそれで終わり、もらいっぱなしプラスそこに金利が乗ってくるっていうね、そういうことを考えた時に、私は徐々に徐々にこっちの売り上げを高めていって、こっちの方のね返済を早めていったってことになりました。で大体3年ちょっとで返済が全部終わりましてね、まあ、そう考えたら年間で1000万以上返してたわけですから、すごいスピードだなと思いましたけども、確かにね、50万とか100万とか時には150万っていう返済を毎月していましたんで、これはすぐに返済できるなと思いましたね。その頃はもうお金の感覚っていうのはそれ以前と比べてもう一段階変わってきてですね、それまでは3万5万が1日でなくなるのは当たり前だったんですけど、それからですね、1日に10万稼ぐのはそんなに特別なことじゃないなって感じで、1日に10万稼いでみたりとかね、1日に時には600万だったりとかってあったわけですよ。1日に600万ですよ。3時間の講義でセールスをして100万の商品が6個売れたみたいなね、嬉しくって吉谷さんの方にはメッセージ、その時飲み会っていうか打ち上げの時に送りましたけどもね。まあ私の一番マインドブロックといえばマインドブロックが壊れた瞬間だったのが、まあ、連続して起きたってことでございます。それから私が速稼塾を始めて、2年目なんですけどもね、麻雀店がまだある状態で、社員も抱えてる状態で広島銀行の最上階に、私のね速稼塾のオフィスを入れて、そこに新しい会社をね、法人を設立して、私の弟子と一緒にね、そこを役員2人で法人を作って、それが未だに開店してるっていう状態です。それが2015年のことだったんで、今年でね5年目、5期目かな、5期目を迎えることになります。今度決算したら、いや本当にね、私そういった形でお金に関してはそんなに深く考えてなかったです。借金を抱えてもストレスも感じなかったです。で借金に対しての私のマインドっていうのはもうある時払いの最速なしなんですよね。で借金っていうのは返済が終わるまでは借金なんですけども、返済をしている限り私の金なんですよ。まあ、ですので1万返して2万借りるみたいなね、そんなサイクルに陥ったこともありました。ただこれね、借金をこういう風な形でするのはお勧めできません。私はたまたまネットビジネスでヒットしたんで、奇跡が起きたんで、短期間で返済して、返済してもあまりあるお金でこうやって家を買ったりね、車を買ったりとか、47都道府県に旅行行ったりとか、海外旅行を行って塾生に会ったりとかね、塾生さんに会ったりとかできましたけども、大抵はこれ無理だと思いますよ。無理無理。なんで無理かっていうと、一つに絞れないんですよ。で私の場合は一つずつ攻略していったんで、一番最初はセミナーをやりました。セミナーをやって現金でいかにねギャラをもらうかってことを考えて、その次はアフィリエイトで、数ヶ月遅れでもそのアフィリエイトでね、月収200万から300万の間を安定的に取ることを決めて、それを18ヶ月月収200万から300万の間をね維持していたわけなんですけども、そういった形で一個一個攻略していって、カメラ転売も攻略して、それから SNS マーケティングも攻略して、で FX に入っていったのが2017年ですね。その時も FX 一本でした。そういった形で私は一点攻略、一点集中で一つずつマスターしてきて今に至るという形なんですけども、一回りしてきて今やってるのってのはやっぱりね、YouTube なんですよね。 YouTube はどんなことをやるにしても、そのやったことを記録に取るため、そしてアウトプットのネタにするため、そのまま YouTube にしていったんで本数も増えますし、私もね
あれこれとビジネス変わったけど、変わってないのは YouTube をやってることだなと思いました。そういった意味では YouTube だけをやっていた時期ってないんで、ある意味ね、二足わらじでやってきたのかなと思います。一点集中とはちょっと相反するんですけども、なんかね、YouTube もアップロードするし、他のこともやってるしみたいなので続けてきましたけども、基本的に私が書き込みしたのは同時に2個で3個4個ってのはなかったですね、そういう時は。まあいろいろとお話しましたけども、前回の億万長者合宿のリレーの中で吉谷さんが私に聞いてくださったのは、お金がないことがねモチベーションになるかどうかってことなんですけども、私はお金がなくてもあんまりモチベーションが変わらないです。というよりも、何でしょうね、モチベーションが必要な時はもう勝手に湧き上がってくるっていうかね、どんなきっかけがあろうとなかろうとモチベーションは私勝手になくなるってことはないですね。勝手に湧くことばかりはあってもまあですので、果たして麻雀店の経営が苦しいからネットビジネスでやったのかなってことは実はそうではないんですよ。麻雀店の経営は別にどっちも良かったんですよ。もちろん麻雀店はね好きだったんですけどね、麻雀店の経営に関しては黒字だろうが赤字だろうがどっちも良かったです。ただなんでネットビジネスをやろうとしたかっていうと、女性にね見栄を張ることができなくなったら一気に株が落ちるのがどっちかって言ったらね怖かったですね、そっちの方が。今までチヤホーしていやしてくれてくださっていたいくつ人かの女性が私から急に離れるのは嫌だなと思ったんですよ。で、私の毎晩のハーレム状態っていうかね、いい気になって生きていけたのも、精神的に楽でいたのも、お金を払えばですね私を迎えてくれるお店が何店舗があったってことで、まあちょっとね店の主になったのは勘違いをしていましたね。そんなことは全然ないんですけどね、私みたいな小市民は結局はどうってことない旅人の一人ということだったんですけども、今ね流れ川とか八軒堀、広島の夜の街を離れても街の方も私を覚えてないでしょうしね、私ももうすっかり忘れてしまいました。今こうやって振り返ってみると、スラ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 と難し話が出るのはまさにね何度も何度も話してきたことでもありますし、何よりも私がそういう人生を歩んできたんで本当に何の意味もないんですけども、今こういうふうなところにたどり着いて不思議だなと思いますよね。数年前とは全く一致してるところがないんですよ。数年前の暮らしとは全く住むところも違うし、収入源も違うし、付き合ってる人も違うし、全然違いますね。ただ変わらないのは YouTube を相変わらずやってるってことなのかなと思います。以上でございますね。億万長者合宿、次回もいってらっしゃい。